はい、皆さんこんにちは。今日はですね、朝鮮時代の成立と朝鮮王朝の成立ということについてお話を進めていきたいと思います。朝鮮王朝がですね、約500年続いた、その一番のきっかけですけども、ここで紹介をしていきたいと思います。まずその当時はですね、高麗という王朝だったんです。でそれをですね、朝鮮王朝に変えた人物としてイーソンゲという人物がいますけども、この人物が朝鮮王朝の第一代の帝女という王様になるまでのそのきっかけなんですけども、それはですね、この黄巾軍といういずれかは民になる、その黄巾軍がですね、元と争いながら、そしてこの朝鮮半島を、に何て言うんですかね、侵入してくるというような状況ではあったんですね。でこの当時はですね、元が朝鮮にかなり干渉をしていてですね、その朝鮮その高麗の中にもですね、新元派と、元をですね、追い出すんだというような反元派というですね、2つの派があって、国内においても争いが激しかったと。それに加えてこの倭寇というですね、日本の九州とかですね、対馬行きからそういった略奪行為をですね、する海賊がかなり朝鮮半島の南からですね、侵入して、そして被害を与えていたという、大混乱の時代であったと。その中でやはり民衆としてはですね、何か新しい機運、新しいそういった時代を求めていく、そういう不調の中で、そういうものをですね、変えていく、革命者みたいな人を求めていたというんですね。でそれが、このイーソンゲだったんですけども、このイーソンゲの武勇伝の中にですね、弓矢をですね、かなりいるのがとてもうまかったり、それから夢でですね、3本の柱を背負っていたと。そういったところですね、どういう夢なのかということを無白、お坊さんですね、お坊さんに聞いたらですね、それはあなたがですね、いずれかは王になる、そういう印ではないかという無白帝佐という人に聞いたらですね、そのように答えたというんですね。そういった武勇伝があったりとかあるんですけども、とにかくですね、この当時ですね、このイーソンゲ、それからもう一人ですね、チェヨンという、その武士がいたんですけども、この二人によってかなりこの、高麗がですね、外敵によるそういういろんな試練を乗り越えることができたというんですね。特にこのイーソンゲの活躍は目まぐるしいものがあって、そして、この当時のいろんな危機をですね、乗り越えることができたというんですね。ただしこのチェヨンという、武人はですね、どちらかというとこの保守派であったりとか、新元派のその意見を聞くようになっていたので、どちらかというとその、改革というよりはその場を維持していこうという立場だったんですけども、イーソンゲはですね、そういう意味で改革をしていくという、そういう考えがあったと言われています。その中でこういった朱子学がですね、入ってきて、そして学者が、その当時、少しずつですね、儒学を体制していく、そういう、風潮の中で2人の有望な学者が、このイーソンゲに、ついていったというんですけども、その一人がチョン・ドジョンというですね、これはドラマにもなったですね、チョン・ドジョンという人物、それからチョン・モンジュというね、こういった人物が この風潮の中でですね、助言をしていくというような形になっています。そして、このアンドッカンというですね、川が北朝鮮にあるんですけども、そこにこう行くときにですね、出兵を命ずられるんですけども、その時期がですね、時期として、雨季の時期だったと。雨がたくさん降るので、川が洪水したりとかですね、なかなかその身動きが取れなくなっていくと。で兵士もですね、そういったその川の中で溺れたりとかするのを見ながら、これは難しいんではないかということで、そのウィハードというですね、川の中にあるその島なんですけども、そこで、軍をですね、引き返してですね、そしてクーデターをですね、行ったというんですね。
クーデターをして、そして高麗の王をですね、追放して自分が王となっていくというような経過なんですね。ただしそのチョン・ボンジュという学者はですね、それをですね反対して、どちらかというと現状維持でこの王政を立て直しましょうというような考えであったんですね。ですからそういった反対勢力がいろいろあったんですけども、このイ・ソンギュはですね、それをなんとかそれを乗り越えて、そして土地を改革して、そして1392年にですね、都をハニャン、これは今のソウルなんですけども、風水地理でハニャンに都を治めてですね、そして新しくその朝鮮王朝を迎えていくと。で、そのイ・ソンギュのその五男ですね、このイ・ソンギュはですね、子供が8人いたと言われてるんですけども、その中の五男ですね、イ・バウンという五男がですね、いずれかはですね、王様になっていく、三代の王様になっていくんですけども、このイ・バウンがこのチョン・ボンジュに近づいてですね、あなたと一緒に手を組んで、この国を作りましょうと言ったんですけども、チョン・ボンジュはどんなふうに言ってこの答えたかというと、歌をですね、読み上げながら、私はですね王様に忠誠を誓うと、自分が死んでもですね、自分の一片の心単身というですね、赤きそういった心ですね、一心な心において、自分の心は曲げないで、そして王様に尽くしていくんだというような歌を歌って、そして殺されていくというですね、この歌がですね韓国で有名な単身歌というですね歌なんですけども、ドラマにですね、根の深い木というドラマがあってですね、そこにも出ているということなので、それを見ながらもですね、こういった時代背景が分かってくるかと思います。この朝鮮王朝とですね、朝鮮というこの名前なんですけども、これは鬼蛇朝鮮というですね、昔その、神話の中にあった内容を含めてですね、明からそれを認められたというところから始まっています。朝の鮮やかなですね、王朝というところで、新しく1392年に王朝がこのイ・ソンギュによってですね、出発して、そして500年という長い期間において朝鮮王朝が続いていくというような内容です。今日はですね、こういった朝鮮王朝の成立についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。